おじさんのことは。恋って不思議やね。やめて！レイナ？レイナ？レイナ？どこどこよ？渋谷丸山町。私知らなかったんだよ。恵子の彼氏だなんて知らなかったのに。レイナ。足りないの？あゆちゃん、
よかった。え？いや、どこも怪我してなくて。うん。本当に良かった。起こしちゃった何作ってるの？造花。そんなにいっぱい？仕事なの。これね、一個で30銭になるのよ。30銭？あゆちゃんたち知らないだろうけどね、100銭が1円にもなるのよ。そんなに安いの？うん、生活費は年金でなんとかなるの。でもね、これでいただいたお金全部貯金してるの。そんなんでお金貯まるの？うん、コツコツ続けていれば結構な額になるのよ。君さ、大丈夫なの？学校とか。ごめん、いいか、そんなこと。ごめんね。大丈夫、優しくするから。どう？よかったかな？普通。普通？普通か。そっか、結構優しくしたつもりなんだけどな。こういうこと初めてじゃないんだろ？みんなちゃんとゴムとかつけてくれてるの？そういうことってちゃんとしないとな。エチケットっつうか、男の優しさみたいなもんなんだよな。優しさ？そうだよ、相手のことを思ってこうさりげなくするのが本当の優しさなんだよ。同い年ぐらいのガキじゃさ、こうはいかないでしょ。優しいのは最初だけでさ、いるんだよな。5万。え？うだうだ言ってないで早くちょうだいよ。